あ、今ね、あのベオがあのこうごめんね、全然違うとこ止めちゃって、うん、あのベオがあのキャンディーじゃなくて、ロリーポップ持ってたんだけど、うん、まあ、あれもあの実はあのアイデアってあのこ の, あのムービーシーンをあのディレクションしてくれたあの下村さんっていう監督のアイデアで、あのなんかちょっとベオにこうなんか遊び心のあるアイテムを持たせたいっていうんで、で、あ、飴なんかちょっとこうね舐めたりする仕草もエロいしっていうことで、それって神谷さん的にベオのキーアイテムは、まあ、メガネと飴っていうことですか？ああ、メガネと飴、まあメガネはもっと高いレベルでキーなんだけど、まあ、その下村さん曰く、あのベオのメガネは下着も同然だから絶対脱がすなという話があったんで、もうそれにはもう深く同意しますね。全くもって、下村さんも天才ですね。あの人天才だね。天才です、ね、素晴らしい、実に素晴らしい。であのベオのこうキャラクターにも本当に命を吹き込んでくれたと思うんだけど、であのせっかくそういうアイデアを出してもらって、あのこうちょっとムービーシーンの味付けに飴っていうのを、ただムービーシーンで終わらせたらもったいないんで、まあ、ゲームにも生かせたらなっていうネタをちょっといろいろ仕込んでたりなんかもするんですけど、まあまあ続きはまたいいですかあ、でこれがね、あのそう、あの今回あの初出しの新しい武器、ムチクルセドラですね、はい、あのベアの武器っていうのは全部あの、まあ、何かこう武器の形をしたものにその悪魔の力を宿して、あのこうすごい力を発揮するっていう風な設定にしてて、でこれはあの、まあ、長いムチっていうことで、あのビジュアル的にあの蛇のね、あのデザインを入れて蛇の悪魔が宿ってるっていう設定にしてるんですけど、まあ、今回ちょっと初出しで、こうあのプロデューサーたっての希望で、うん、あの新しい武器を今回出してほしいということで、で、あの出してます。あの PV がね、あの1分30秒しかないんで、あのほんのちょっとしかちょっと映像的には入ってないんですけど、まあ、もっといろいろできるんで、そう、うん、で、あのこれでだからスカボロフェア と,、ショットガンで、日本刀、はい、でそれから今回のあのムチと、まあ、4つが出たことになるのかな、ね、そうですね、うん、今公開するものはそれ4つの武器です。こんなもんじゃないですから、うん、もっとありますね。もっとね、こうまあね、まあお楽しみまあまあ、まあ、言えないくらい Those assholes sure know how to get attention Someone in one of those lost memories calling you outここがあの、まあ、さっきとちょっとあのさっきのおっさんであの違うシーンなんですけど、これもね、あの、うん、これ何て言ったらいいんだろうな、あのここはあのバーなんですよね。そうですね、バーの名前は、バーの名前は The Gates of Hell。 The Gates of Hell。 The Gates of Hell。 ちょっと後ろに出てますね。発音いい？発音は The Gates of Hell。 The Gates of Hell is very good。 The Gates of HellRepeat after me. The gates of hell. Very nice. そんなわけで、あのまあじゃあ こんなところでね、あのこうカウンター挟んで、あの2人で飲んでてどんな関係なのかっていうところも、あのゲームこれから発表されていく、まあ、中で楽しみにしててほしいなと。ちなみにあの顔のタトゥーって誰のアイディアでしたか？これね、あの一番最初はね、あのこいつの、なんだっけな、一番最初は山中だったかな、あのジャックの、ジャックの出てたのかな、うん、そう、あいつがあのうちのチーム手伝ってた時にこのキャラのデザインちょっと軽く描いた時に、あのまあそういうちょっと顔にデザイン入ったあのタツをやって、あの描いて、それが面白かったから、あ、そのアイデアはちょっとなんかもうちょっとこう練ってみたいな、まあ、いかついおっさんですね。もう こんなおっさんカウンターに立ってたらもう飲み行かないよな。そうでしょ怖くて、なんか、あの好きな飲み物を頼まなくてお任せします。お任せお任せでしょうね。ああ、本当にこぼそうもんならもう、うん、どんな風に怒られるのか。これもね、今回の発表した新しい要素で、あのベオがこうヒョウに、黒ヒョウに変身するシーンなんですけど、まあ、なんかこう魔女って言ったらさ、うん、
ヒョウっていうか、まあ、黒猫みたいなイメージ。そうですね。黒猫とか、まあ、うん、あれとかあれとかみたいな。だそういうのをあのせっかく魔女っていう設定なんで、でほらヒョウになったらこう早く走れるとか、うん、遠く飛べるとか、まあ、戦闘の中でもそのなんか獰猛な力っていうのが敵に対して使えるし、非常にゲーム的にも、まあ、設定的にも面白いネタなんで、うん、これはゲームに、ね、使わん手はないなと。他の、 あの変身ってありますか？他の変身はあんの大輔？え、そうですね、今はまだあ、じゃあ楽しみ。大輔がダメって言ってるんで今回はちょっとまあダメだし、すいません本当に、もう文句は大輔に。じゃあ続きをね、今回あのこのルカ、はい、あのこのシーンしか出てないですけど、まあ彼もあのいろんなこう因縁があってビオネッタとこういろいろやる、つながっていくんで、まあ、その辺もあの、まあ、PV これからもいくつか出していくと思うんですけど、まあ、その辺も明かしていきたいなと思ってます。あの非常に重要なキャラクターなんで、今回もちらっとだけですけどね、出しました。まあ、これが実際にあのヒョウになってあのゲーム中戦ってる今の映像がね、実はね、あの、うん、ジェビ気づいたかな、あのちょっとこっそりあのゲームの中のそのなんていうのかな、機能の一つをねこっそり紹介してるんだよね。ああ、それ気づいてないんですよ。あ、結構ね、あのネットなんか見ててもね、あの目ざといやつは気づいてる。あ、そうですか。あ、よう見てるなと思って。あれ実はあの、まあ皆さんぜひ PV をねよくじっくり見てほしいんですけど、なんかこう画面の左下のところに、ね、カシャってなんか出てるんだよね。ああ、なるほど。実はそれは気づいてないんですよ。あのこれ言っちゃって、まあ、しゃべってダメだったら別にピー入れるみたいなね。あのベヨネットはあの、まあ、手と足に武器をこう装備できるんだけど、うん、あのまあ、それでこうたくさんある武器をあの、まあ、手にも装備できるし足にも装備できるしっていうものもあれば、手専用とか足専用っていうのがあって、うん、それをこうユーザーを選びながらあのベヨネットっていうこのキャラクターをカスタマイズしていくんだけど、まあ、それを例えばあの手に、スカボロフェアハンドガン、うん、で、足にショットガンっていう装備もあのしたければあの、まあ、手にも、まあ、鞭持ちたいしで足にはハンドガンがいいしっていう人もまあいるかもしれなくて、だからそれをいちいちこうサブ画面に入って切り替えるっていうのも、ね、たくさん武器があってそれ手にも足にもっていうシステム上あのそんなこといちいちやってたら煩わしいなっていうので、あのそうあの今言ったような手と足の装備っていうのを2セットも装備できるようになってると、うん、っていうのを実はあのはっきりあの明かしてないんだけど、映像ではちらっと出してるみたいな、うん、これもまあね、あの実際にあのそういうプレイをしてるんで、まあ、もう一回あの興味があったら見直してみたら面白いかなと、はい、JB もぜひ見直すように。そう、それは全然まあちょっと慣れてきたのでそれが出たらまあ普通かなと思って、でもそういえば本当にちょっと隠してるものが出てますね。そうそう、これあの実はあのプロデューサーにも内緒で入れといてさっき知ってたって言ったら知ってますよなるほど、バレてたんだけど、まあそんな感じでね、はい、はい。